ございます。平山茂です。今日は6月23日水曜日、現在朝6時でございます。6時2分、今日はお休みでございますよ。ちょっとね、今日は静岡に今向かっております。聖火リレー行きますよ。聖火リレー見に行きます。ちょっと調べたらですね、聖火リレー23日、静岡県湖西市、第一走者、出発時間8時半。早いな。まあ6時なので、まあ下道で行くんですけど、私はなのでちょっとね、6時に出ました。まあ2時間半あればね、着くということで、8時ぐらいにはね、着く予定です。無理くり元気出して喋ってますけど、ちょっと頭回ってませんから、また後ほどですね。とりあえず向かいます。渋滞ないと嬉しいんだけどな。まだ終わりじゃないですよ。最初のね、スタートのエリア、車止めたりするのにちょっと時間がかかったので、到着した時にもうすぐに聖火ランナー登場してですね、もうちょっと、とりあえず一瞬の動画になってしまったんですけれども、ちょっと気を取り直してですね、先回りして次のエリアに向かっております。行く途中はですね、浜名湖沿いのね、この景色をこう楽しみながら、ちょっとドライブがてらにね、行きたいなと思います。あとなんか次のエリア調べるとですね、聖火ランナーが走った後に聖火が列車に、鉄道に乗るらしくて、鉄道でなんか運ぶらしいんですね、次のところまで。そういう部分がね、ちょっと撮影できるかどうかよくわからないんですけど、ちょっと本当にね、行ってみないとわからないっていうところで、次の目的地へ向かいます。次は間に合わないな。終わったな。大渋滞だ。
この今見える対岸をね、聖火リレーしたっぽいんですけど、もう終わりましたね。いいな、船から見た人とか楽しかっただろうな。あ、終わったな。渋滞してるわ。ちょっと間に合わなかったな。さあ、皆様おはようございます、こんにちは、平山茂でございます。改めましてですね、私今日は静岡県浜松市にある細江公園というところに来ております。ちょっとね、山の上にある公園ということで、いい景色がね、見ることができるんじゃないかなとやってまいりましたが、もちろん初めてでございますので、ちょっとね、どういう公園なのか全く分かりませんけれども、展望台があるということなので、展望台目指して行ってみたいと思います。そんなに大きくないのかな、ここは。ちょっとね、分からないんですけども、なんか子供たちの声がいっぱい聞こえますね。もしかしたら、うわ、やばい、子供たちだらけだ。無事に子供たちと、ね、接触せずに展望台に来れました。さあ、ちょっと行きますよ。素晴らしい景色ですね。この山の下でね、さっきまで聖火リレー走ってたんですけど、間に合いませんでした。ちょっとね、景色をじっくりお楽しみください。プールで泳いでますね。さて、どうしましょうかね。いや、素晴らしい景色を見れたのはね、すごい良かったんですけどね、どうしましょう。今ね、まだ10時13分。まあね、時間的にはどこでも行けるっちゃ行けるんですけど、一応聖火リレーはこの後浜松市内の方でね、走る予定なんですけど、もう聖火リレーは諦めました。全然大丈夫です。まあ見れましたからね、一応ね、一番最初のね、湖西市のちょっとギリギリだったっていうのはありますけど、まあ一応ね、動画にも収められたんでね、帰るか。うなぎ食って帰ろうかな。うなぎ食べちゃおうかな。うなぎは2年ぐらい食べてないですね。うなぎ食べますか。浜松といえばね、うなぎは有名ですから。ちょっと早いか。ちょっと早いな。短パン買いました。 T シャツも買いました。 GU で買ってきました。大丈夫。大丈夫だ。大丈夫ですね。大丈夫、大丈夫。ああ。よし。行くか。いや、細江公園いいな。
ありだね。こんな感じになってますね。まあ、こっちからでももちろん見れますからね。あ、なんかいろいろアスレチックもありますね。あの奥の方にネットのやつとかね。はいはいはい。あ、ワイヤーでね、ビューってロープ持って。浜名湖っていいよね。穏やかだし、まあ波高い時もあるけどね。まあまあまあ、行こう行こう。行きましょう行きましょう。うなぎ屋は2軒ぐらい回ったんですが、まあ、1軒定休日と1軒はもう駐車場がいっぱいで入れませんでした。やっぱラーメンかな。大好きな丸源ラーメン食べよう。羽ばたきたい。
く息を吸い込んで、大丈夫大丈夫言い聞かせて、そしたら大丈夫。